ここからダウンロードできるニュースリグ。2週間先までの天気予報だから、旅行や週末の計画におすすめ。私は雨雲レーダーをよく見ています。今映像でご紹介しましたが、 RSK などによるニュースネットワーク JNN のアプリニュースリグが Android 版でも大幅アップデートしました。防災機能を強化し、緊急地震速報やエリアに合わせた防災情報をお伝えしています。はい、こちら画面の QR コードからダウンロードできますので、ぜひ皆さんもダウンロードしてみてください。そしてこのアプリは RSK だけでなく、全国各地で放送された様々なニュースも見ることができるんです。はい。